それあれやな、こんな裸足の未来です。お前ら何で花輪チャンネルやってると思ってんだよ。イエーイ。企画名じゃないっすよ。いやもう花輪伝言チャンネルやからね。そうね、今はね、リアルな話5年で、俺は4年半ぐらいちゃう、分からんけど。お前は聞いたことないわ、キム。確かに。何の動画で知ったん俺ら。激落ちくん。マジ。しかも今公開、今は公開されてない花尾くんのもう一人の人格ということで、話変わるんですけど、僕が一番お世話になってるカメラの機種って何だと思いますか？ソニーさん。あ、ソニーさん、ソニーさん、はい、めっちゃ持ってます。ソニーさん、これソニー、ソニーね。違います、キヤノンさんです。キヤノンさん。あ、キヤノン。あー、はいはい、はい、ということで、まあ、僕らがね、はい、キヤノンさんにお世話になっている理由、はい、皆さんもご存知、はい、マイレットバッドボーメドみたいなのが、まあ、あるわけですよね、はいはいはい、これかれこれもう何年も使ってるんですけど、これ実はこれキヤノンさんのあそこから来てるんですよね。実は CM とかでもよく、うん、まあ、勝手に使ってます。勝手なので、キヤノンさん、ぜひ案件をください。お願いします。ありがとうございます。ということで、まあ、今回は皆さん花尾チャンネル歴長いということで、はい、やっていきたい企画がありまして、はい、その名もメイクイットパスボーイズの後何と言ったでしょう選手権。はい、ということで、まあ皆さんだったらもういつも俺の隣で聞いてると思うんで、いやメンバーのもう3名と限定させていただきました。俺はもう絶対覚えてるんですよ。正直これはもう俺に花を持たせる企画なんですけど、俺もし1位じゃなかったらメイクイットパスボー卒業します。卒業して今度から花でインスパイアネクストになります。でも俺らも本気でいくから、それはさすがに、さすがにね、さすがに本気でいくけど、本気のデュエルして、というわけでやっていきましょう。メイクイットパスボーミズ、メイクイットパスボーミズ。ダブルデュエルをスタートするぜ。デュエルスタンバイ。それでは、いきますわ。来い。最初の問題は、理系マジレス物理的におかしいところを突っ込め文系バイバイ間違い探しクイズよ。例えば花の絵とかがあって、この花のどっかがおかしいです、どこがおかしいでしょう、これに対してマジレスできますかというのがこの本の、まあ、画期的なところなんですけど、この中で、はい、今回トップだった人は、来年の模試受験プラス40点のこいつどこ切り取るやろ。正解の人はこの話の中で、この中継しましょう。あ、オッケーオッケー、分かりました、余裕です余裕です。というわけで、じゃあ、はい、ちなみに今知られざるメイクイットパスボーイズ豆知識って、うん、実は作法あって、まず右手から円を描くようにこう送るやん。でその後思うように左手がこう来て、うん、こうなるよね、こうなるわけ。でそれこうなんねん。なるほど、以後お願いします。以後気をつけ、お願いします。以後気をつけます。では最新なので、最新ですよね。新しいと思います。難しい、これ難しくはない。やっぱそうです。じゃあまあ結構直接ちゃんと企画に合った言葉だったと思います。なるほど、噛みすぎた。いやいや、あなたが言い出したこと。はい、じゃあもう伝言さんから。じゃあ伝言さん、どうぞ。メイクイットパスボーイズ大阪人みたいな、ないわ。俺が模範解答見せてあげましょう。模範解答、はい。メイクイットパスボーイズ大箱、大箱っていう、なんかこの辺、ちょっと待って、なんで大箱なの。大箱っていう、なんか俺多分好きな、俺が好きな植物の名前。知らんもん、そのお前が大箱好きとか。知らんもん。これはボレ検定の、まあまあまあいいよ、はい、2段、はい、僕は1エネルギー。あーあー、まだありえます、まだありえるかな。じゃあ正解、はい、発表です。はい、というわけで、じゃあ、はい、やっていきましょう。はい、メイクイットパスボーイズ三日月も。あーおたー、あー、聞いた、それ聞いたわ、聞いた、それもう今、大箱に一緒に似てるな。どうしゅ絶妙に間違えるやん。俺やったら勲章持って言うなとかあったのにな。消えんねんな、全部どうでもよすぎて。じゃあ次、はい、行こう。ということで、それでは次の問題です。まだいけるぜ。年末からそれ正解で、今年の事件を振り返ったら不謹慎回答の連続で笑った。2019年にあった「あ」から始まる○○の出来事みたいな感じで、それをみんなで出し合って、何が一番そのふさわしいものだったかっていうのを、まあ決めようじゃないか。いや本当にそうですね。まあ一応ね、クイズノックには許可取ってますのでね、これ。じゃあもうさ、はい、ここまでです。
クイズノックの役が立ってますね。俺これな、ちょっと待って、俺編集したんよね。なんで出てこへんやろな。いや、俺はちょっと一旦バイオリできたよ。これ普通ちゃうかった。これそんな多分特技なものじゃなかったよ。いや、こうかな。はい、じゃあ、はい、いきますか。はい、じゃあ今度キムから発表するときはちょっとメイクイットパスボーイズ作っていう。オッケーオッケー、わかりました。はい、メイクイットパスボーイズ来年もよろしくお願いします。ほうほうほう、違います。俺言っていい、俺言っていい。あ、俺言っていい。はい、どうぞ。メイクイットパスボーイズ今年もありがとうございました。おおじゃあ俺いきます。メイクイットパスボーイズ今年1年ありがとう。ああ、来年に向けたか今年を振り返ったかっていう。いや、確かにそこミスりましたね。それでは、はい、正解発表です。はい、いきますか。今年最後のメイクイットパスボーイズ、ちょっとずつ申し訳ない。ああ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 うわー、ムカつく。ちょっとつもうじゃん。俺ですら惑わされてないし、過去の自分に。いや、間違いないわ。ここ1個あったら、ほんまにでかいよ、これ。一瞬でもう1個10ポイントぐらいの価値ある。では、続いての問題に参りたいと思います。はい、夏だ、合宿だ、大量の国立大学赤本で聞き過去の選手権。結構戻ったな。ドボンした人からどんどん1人ずつ抜けていって、俺なんかヤンキーみたいな。そういうことは、まあ、俺のプログテクある。そこにドボン。文字通りドボン。それはね。はい。ああ。うまい、きついわこれ。全くの皆目みたいな。論理がないよね。論理とかに。花本のお店に論理求めたらあかんからな。俺唯一これしか思い浮かばなかった。でも。俺も多分なこれしか思いつかなかった。いや、僕もこれしか思いつかなかった。お前。頼む。あの日の花少年。いや、まだ。俺とリンクしてくれ。はい、じゃあ天賀さん、じゃあ行きましょう。ということでやっていきたいと思います。はい、ということでメイケットバスボービーズイロリアン。ああ、なるほど、確かに。うわ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 これ俺合ってる可能性ない。確信ついてきたな、ついに。いや、なんか場所がイロリアン。うわ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 チャンス、それやな。うわすごい、気がしてきた。イロリアンみたいな。うわー、じゃあ近いんですけどね、俺ちょっと。近い。あ、なになに。じゃあ行きますよ。はい、じゃあ俺のターン。メイクイットパスボーイズ五右衛門風呂。あ、これもありえる。これもありえる。これも全然ありえる。五右衛門風呂もありえる。僕はですね、メイクイットパスボーイズチーバくん。ないわ。これは多分言ってない。知らんもん。カナオって結構場所を重んじるんよ。はい。それでは、これ正解発表。これ当てたら結構すごい。やばいな、これは。来ちゃうかもしれん、電眼。正解は。ドボンドボン。文字通りドボン。それはね、メイクイットパスボーイズ、セカンドイーグルドボン。全然ちゃうやん。全然ちゃうやつよ、お前。絶対ちゃうやん、これ。何が正解かもしれへんやろ、お前。俺言いそうとかじゃないや、さっきの。あれ取り返せよ、お前。雑魚。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん、お前これ。全然ちゃうやん、もう終わろうね、この動画。マジこの企画意味ねえ。びっくりしたよ。いや、もう完全にロギアンの耳で聞いたから。もう、ほんまに。予想以上に取れへん。予想以上にきつい。これ、無理すぎやろ。うまいな。続いては。ちょっと昔の動画から出題です。何だ、どの動画だろう。大学生、それなだけで会話成り立つ。ありました。受け答え全部それなで返して。いやあんな時からもうやってるんや、メイクイットパスボーイズ。はい、ノエリン調べで一番最初にメイクイットパスボーイズを使った動画です。マジ。そうなんや。大学生は使う言葉ってそれな、オルタ、なるほどな、ウェイ、こんぐらいなんですよね。というわけで今回は大学生、それなだけで会話成り立つ説っていうのをちょっと検証していきたいと思います。こっから始まったんや。マジか。伝説の始まり。最初ってそんなとっぴなこと言ってない可能性あるな。ちょっとヒントを出すと、はい、この最初の動画からしばらく同じ言葉を使い続けてます。あ、そうなん。はい、あ、分かった分かった分かった。ってことは動画によらないってことだね。それでもめちゃくちゃ重要なヒントだよ。これ分かったかもしれない。よくそんなとこまで裏取ってきたな、お前。偉い偉い偉い。確かに偉い。じゃあ、キムさんが行く。はい、今回は。メイクイットパスボーイズ、俺。メイクイットパスボーイズ、俺。
メイクイットバスボーイズダンロップは避けていく。しまった。いや俺これやと思うな正直。というわけで今回は大学生それなだけで会話成り立つ説っていうのをちょっと検証していきたいと思います。 Let's make it possible with can with 俺正解ですね。 OK 来たー来たーなんで書いてあったっけ、なんで書いてあったっけ。ダンロップは先に行く。やば俺やば抜けてたやばということで、まあさすがに禁止すると悲しむ人もいるし、この企画できなくなっちゃうので1ヶ月ちょっと禁止にしようかなと。オッケー、わかりました。じゃあまたちょっとメイクトパスを取り返す旅でよ。それ出したらもう使っていいってことでいい。そうっすね。というわけでメイクトパスボビズ封印。